人、取り残されない未来のためにつながる絵本 4SDGs。 SDGs、 それは2030年の未来の形。道に隠れた優しいマーク、目指すのはこちら。参加型の都市管理能力を強化する、点字ブロックを頼りに歩く目の不自由な女性。すると、あれ、スマートフォンで何かを読み取っている。よーく見てみると、点字ブロックに黒いマークがついています。この新しい点字ブロックの普及活動をしているのが、日本インクルーシブクリエイターズ協会。どんな仕組みなんだろう。マーキングした点字ブロックをスマートフォンで読み取ることによって、その周辺の情報を音声で教えてくれます。一般的な点字ブロックは進めと止まれの2つだけ。周りにどんなものがあるのかを知ることはできません。そこで開発したのがこのコード化点字ブロック。専用のアプリで読み取ると、ここは小田急梅ヶ丘駅北口のバスロータリー前の渋谷方面行きバス乗り場です。音声で周辺情報を教えてくれます。この点字ブロックは道の分岐点に設置。どの方角から読み取っても向いている方角に適した案内をしてくれるんだって。歩いていて自分が迷ってしまった時に、今ここがどこですとか、どっちに行くと何がありますと教えてくれるので、とても助かりました。アプリには3つのモードが。一般モードでは周辺の情報を案内、詳細モードでは周辺の施設や横断歩道までの距離などより詳しい情報が。避難モードでは一番近くの避難所を教えます。視覚に障害をお持ちの方だけではなく、海外から来られた方などみんなが使っていただける点字ブロックを目指しております。点字ブロックで安心安全に街歩き。